石川修司は、日本のプロレスラー。全日本プロレス所属。2015年10月のユニオンプロレス解散を機に、フリーランスに転身する。2016年、DDT では3月21日の両国大会で、佐々木大介と組んで、竹下幸之介、遠藤哲也組を下し、自身初となる子、D タッグ王座を奪取。後に佐々木率いるユニット。 ダムネーションに加入。6月にキングオブ DDT トーナメントに初出場で、初優勝を果たすが、7月3日に、コ・ディ・タッグ王座から陥落。8月28日には、両国大会で、竹下幸之助を下し、コ・ディ・無差別級王座を、ダッシュ、5年ぶり4度目の大冠を果たすが、12月4日に、原島に破れ質感。 第2本では一気当選ストロングクライムで優勝し、ストロングクライムを連覇。5月30日後楽園大会で、佐藤光平とのコンビ、ツインタワーズで、浜良太、神谷英恵組を下し、3度目の BJW 認定タッグ王座をダッシュ。3回防衛するも、2017年1月2日に BJW 認定タッグ王座から陥落。2017年1月、 全日本への本格参戦を宣伝。4月、チャンピオンカーニバルに初出場、上土リングを下し初優勝。5月21日、宮原健との持つ三冠ヘビー級王座に挑戦し、勝利、三冠を、初大冠。しかし8月27日両国大会で、宮原のリベンジを許し、3ヶ月の天下に終わる。一方、ジョーのエボリューション脱退で、 生パートナー不在となったスワマとコンビ、暴走大巨人を結成、世界最強タッグ決定リーグ戦で優勝を飾り、同年プロレス大賞の最優秀、タッグチーム賞を獲得した。DDT では同年末より予選が開催された、DO グランプリ2018に参戦、2018年1月28日の決勝戦で原島に勝利し優勝。 2018年1月3日、全日本高楽園大会で、スワマの、暴走大巨人で、秋山一志、大森高尾組を下し、世界タッグ王座を獲得。2月3日、横浜文化体育館大会の初防衛戦で、宮原吉達組に破れ質感するも、6月30日には、札幌で2度目の世界タッグ王座獲得。世界最強タッグでは、 準優勝に終わったが、暴走大巨人は、プロレス大賞最優秀、タッグチーム賞を2年連続で受賞した。2019年1月1日付で全日本プロレスに、正式入団。その直後に、世界タッグ王座から陥落するが、同年3月19日に脱会。しかし3回の防衛の後9月3日に再び、手放す。 同年の世界最強タッグでは、暴走大巨人で2年ぶりに優勝し、3年連続で、プロレス大賞最優秀、タッグチーム賞を2年連続で受賞。翌2020年1月2日に、世界タッグを奪還し、通算4度目の大冠を果たした。新型コロナウイルス感染症の流行により、工業数が激減する中、暴走大巨人は1年を通して、 世界タッグ王座を防衛したが、世界最強タッグは、準優勝に終わり、プロレス大賞の最優秀、タッグチーム賞の4年連続受賞も逃す。また、世界最強タッグに優勝した宮原青柳優馬組の世界タッグ王座挑戦を受け、負けたら、暴走大巨人の解散を宣言。2021年1月2日の選手権試合に敗れ、 公約通り暴走大巨人を解散させた。世界タッグ質感の翌日、ガオラ TV チャンピオンシップが、葛西純の手に渡り、デスマッチ防衛戦を要求する葛西に、石川が名乗りを上げる。全日本プロレスは、デスマッチ団体ではないので、他の選手に絡んで欲しくないとの石川の要望から、全日本初のワンマッチ工業での選手権試合を、実施。3月18日。 カサイとのデスマッチを制止ガオラ TV 王座を初体感。DDT プロレスリングでデビューし、ユニオンプロレースフリーランスを経て、現在は全日本プロレース所属。デビュー当初は長身だからとジャイアントババギミックだった。ユニオンでの異種格闘技戦やデスマッチ、バチバチへの参戦で、戦いの幅を広げ、インディー界屈指の巨体とパワーを武器にした。 ファイトスタイルを信条としている。口述のように、ユニオンプロレス所属時までは、会社員としても働いていた。以下はすべて、スワマとの連携技 ABCDE2014 プロレスラーカラー写真名館 P10 週刊プロレスナ、no. ンバーワン7142013年12月5日、増刊、ベースボールマガジン社 AB 大巨人、石川修司が、 全日プロ入団、明るく激しいプロレスで盛り上げたい。東京スポーツ。2018年1月2日付、ハット ABCDEFG ベースボールマガジン社、レスラーヒューマンストーリー2。プロレスラー男の履歴書、P64 から71、スワマ、石川修司が、喧嘩もしたけど最強タッグ。日刊スポーツ。 https://www.nikknsports.com コロンススララッッシシュスラッシュバトルスラッシュニューススラッシュ 20171213000186.html2021 年3月19日閲覧 DO グランプリ2 0 1 8ザファイナル DDT プロレスリング公式サイト2018年1月29日閲覧 スワマン石川修二が世界タッグ王座大会初代王者の谷津義明が立ち会い人として登場バトルニュース2021年3月19日閲覧石川修二選手全日本プロレス入団のお知らせ全日本プロレス2019年1月2日閲覧12-8全日本暴走大巨人が 負けたら解散宣言。ネクストリームとの世界タッグ V6000 へ、排水の陣。プロレス格闘技、デラックス。2021年3月19日閲覧。スワマンド石川修司の、暴走大巨人が、世界タッグを失い解散。慣れ合いでこのチームを続けたくない。バトルニュース。2021年3月19日閲覧。1、27、全日本。 火災 VS、石川デスマッチガオラ王座戦全日本史上初のワンマッチ工業3.18新規場で実現。プロレス格闘技、デラックス、2021年3月19日閲覧。3、14、全日本、ガオラ王座戦、火災 VS、石川の試合形式が、ガラスボード有志鉄線ボード &TLC、アルファデスマッチに決定。プロレス格闘技、 デラックス、2021年3月19日閲覧。石川修司、異例デスマッチに勝利し、加西順から、TV 大座ダッシュ、全日本プロレス初ワンマッチ興行。スポーツ放置。https、放置、ニュース、アーティクルズ、2021万318オート1、t5 万282、html2021 年3月19日、閲覧。 王道で、歴史的デスマッチ特別工業。石川が新王者、カリスマ火災を、血まみれ撃破。デイリースポーツ。https コロンスラッシュスラッシュ www.daily.co.jp スラッシュリングスラッシュ2021スラッシュ03スラッシュ19スラッシュ 0014162759.shtml2021 年3月19日閲覧。 ジャイアントババのギミックから始まった、巨神、石川修司がたどったいばら道、最強レスラージュズつなぎボリューム6、デートイコール2017年1月28日、日刊 SPA2019 年1月2日閲覧、週刊プロレス2017年9月13日号、ピアニッシモ、48から49、全日、CC 発射、 石川の参冠挑戦決定審議、宮原殺しで、初退官狙う。東京スポーツ。https://www.tokyo-sports.co.jp:/prores:/ajpw:/681384/2020、ok、年8月11日閲覧。4、14、全日本。 CCO 新兵器も出た石川が宮原狩りで A ブロック単独首位三冠挑戦権もらった。プロレス格闘技デラックス2020年8月11日閲覧 G0925 ユニオンの2018年6月13日8時5分のツイートツイッター。ありがとうございます。